プロボクサーとは、プロフェッショナルスポーツとして、ボクシングをしているボクサーのこと。日本のプロボクサー、坂田武史日本の法律では、職業としてボクシングを行うのに、資格は必要ないが、試合を行う団体によっては、選手登録し、ライセンスを受けることが必要になる。ここでは、日本ボクシングコミッションの、ボクサーライセンスを例にとって説明する。 JBC が実施するプロボクサーライセンス取得のための試験は筆記と実技によって行われる。男女とも筆記は主に規則に関する平易な問題で構成されたペーパーテスト、実技は受験者同士による通常に R のスパーリング形式で行われワンツーパンチを基本とする攻撃やガードを中心とする守備の技能が備わっているかを審査する。このうち実技審査のスパーリングは あくまで技能の完成度を見るものであるため、対戦中にフリーであったからといって不合格になるとは限らない。プロテストは、後楽園ホールなどで開かれる、工業の会場前に実施されることが多く、実技審査のリングも工業のものと同じもの使用する。すでに高い注目度を持つ受験者の場合、実技審査が工業のプログラムとして、公開で行われる場合もある。 ただし西日本ボクシング協会などでは加盟事務を会場に使用する場合もある。プロテストの合格率は絶対評価で合否が決定されるため試験日によってまちまちであるが平均するとおおむね60%を超える水準にあった。しかし安康康康が JBC 本部事務局長就任の2006年頃から審査がやや厳格となり東京地区 関西地区では1回の試験における合格率が30%強にとどまる例も珍しくなくなっている。逆に地方都市で行われるプロテストは地方工業における選手人材確保の観点などから合格率が比較的高い傾向にある。プロテストの受験資格は JBC が公認したプロのボクシングジムに所属する練習生で、 16歳から34歳までの男女。2007年より受験資格年齢の上限が29歳から32歳。2016年より上限は34歳に引き上げられ、同年には加減も17歳から16歳に引き下げられた。ただし女子に関しては、JBC 公認以前に顕著な実績を持つ者に限り、特例として33歳以上の受験が可能であった。 時期もある。また、視力が左右ともに裸眼で0.5以上であること、コミッションが公認した病院、医師による CT 検査などの健康診断をクリアするなどの規定もある。さらに30代の受験生は、頭部などのより厳重な健康診断を受けることが義務付けられている。さらに、ボクシング以外のプロスポーツとの掛け持ちは認められず、テストに合格したら、 ボクシング以外のスポーツからは引退しなければならない。プロテストに合格すると、原則的に C 級のライセンスが交付され、4回戦に出場することが可能となる。例外として、アマチュアの経験者にして、日本ボクシング連盟の資格証明に基づき、審査の上 C 級ライセンスを免除されることもあり得るものとするとされている。また、アマチュアで一定以上の実績のある選手や、 他の格闘技で顕著な実績のある選手は別枠の B 級プロテストに合格することでデビュー時から B 級ライセンスを取得できる。B 級テストでは実技試験の相手を現役のプロボクサーが務め合格基準も C 級のものより厳しく設定されている。B 級テストに合格した場合はプロデビュー戦から6回戦から出場することができる。いわゆる4回戦ボクサーとは この C 級ボクサーであることを表す。C 級ボクサーが4回戦を4勝すると B 級ライセンスへ、B 級ボクサーが6回戦を2勝すると A 級ライセンスへと切り替えることができる。なお、A 級ライセンスのボクサーは8回戦以上の試合に出場することができる。8回戦で勝利すると10回戦に出場でき、日本ランキング評価の対象となる。 アマチュアの特に国際大会でより顕著な実績を持つ選手が B 級テストで合格した上で申請が通れば特例として飛び級で A 級ライセンスを取得できる場合もあり過去には米倉武志、ロイヤル小林、石井幸樹、平中秋信、赤木武幸、井上直也が A 級デビューを果たしている。また ロンドン五輪金メダリストの村田良太については史上初となる永久プロテストとして行われた。昭和時代にはオリンピックメダリストであった田辺清桜井隆夫、森岡栄二らデビューこそ6回戦であるものの2戦目で10回戦を戦った者も,もいた。ライセンスは有効期限1年で毎年1月に事実上自動的に更新される。 プロボクサーはライセンス更新にあたって最近1ヶ月以内の健康診断書提出が義務付けられておりこの健康診断で重篤な疾病が発覚した場合はライセンスが更新されないことがある。またセミリタイヤ状態にあった選手が長期ブランクから復帰する場合はプロテストの再受験を課せられる例もある。日本におけるプロボクサーの年齢制限は 原則的に36歳で37歳になると自動的にライセンスは失効する。ただし、現役のチャンピオンは王座から陥落するまでまたトーナメント戦に出場しているものはそのトーナメントで結果が出るまでライセンスは有効である。また、ライセンスの有効期限内であっても網膜剥離など重度の眼質が発見された場合や脳疾患の発覚及び怪盗手術を伴う。 下下手術を受けた場合など、健康上重大な問題が発覚した場合は、JBC から引退勧告の対象となり、現役続行が事実上不可能となる。ただし、網膜剥離を感知させた選手については、かつてこの眼質を克服した、達吉城一郎が強く復帰を望んだ、結果、厳重な医療診断の上で、世界タイトルマッチ。 またはこれに準じる試合のみ国内での試合出場が可能となった経緯があり、さらに2013年からは完治した場合は、引退勧告の対象から外されることになった。網膜剥離,離感者は事実上引退という時代には、現役続行を諦めきれないボクサーが、一国一、コミッションの原則に反して一時存在した、IBF 日本などの弱小コミッションに活路を見出そうとしたり、 出場に JBC ライセンスを必要としない海外のリングで復帰したりする例が見受けられた。なお現在は、世界ボクシング協会、世界ボクシング評議会、国際ボクシング連盟、世界ボクシング機構認定の世界王者、東洋太平洋、ボクシング連盟認定の東洋太平洋王者、あるいは日本王者となったキャリアを持つ者、WBA、WBC、IBF、 WBO 認定の世界タイトル挑戦経験者、現役の世界ランカーに限り、37歳を過ぎても試合に出場することが可能である。ただし、この特例の申請はその選手の最終試合から3年以内とし、JBC による審査とコミッションドクターによる特別診断をパスすることが条件となる。体に異常が見つかった場合や、直前の試合内容に年齢的、 肉体的な衰えが顕著であった場合などは、JBC より引退勧告が出され、以後は特例の認可はされなくなる。日本の女子プロボクサー、高野智美 JBC による女子プロボクシングの公認は2008年であるが、それ以前からも非公認ながら国内で女子プロボクシングが行われていた。日本初の女子プロボクサーは高月まさことされている。は、 女子プロボクシングがすでに解禁された1970年代後半の米国でデビューを果たし、帰国後に全日本女子格闘技連盟にて、キックボクサーとボクシングルールの試合を行った。全日本女子格闘技連盟解散後、女子プロボクシングは長らく途絶えるが、1990年代にマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟で、当時の理事長、山木敏弘の発案により、 ボクシングルールの試合が組まれ、後に日本女子ボクシング協会として独立し、以降の管理、運営に当たっていた。JWBC 時代は年齢制限はなく、フリーのジムやキックボクシングなど多格闘技との掛け持ちも認め、さらにプロテスト審査も JBC より緩かったため、100人を超えるプロボクサーが JWBC 管理下で活動していた。 JBC に移行してからは、基本的に男子同様の受験資格等に合わせられたが、特例として、初年度は JWBC や海外、アマチュアで実績のある選手が33歳以上でも、受験を認め、2009年にも、再度33歳、以上36歳以下に特例を適用した。また、プロテストとは別に、プロトライアルマッチと呼ばれる準公式戦に出場してポイント 獲得すれば C 級ライセンスが交付され、これについては年齢制限は設けず37歳以上でも JBC の審査と特別診断を通過すればライセンスを得られる。2013年にもアマチュアでタイトルを多数獲得した吉川奈々が特例で B 級プロテストを受験して合格した。現在、女子ボクシングの競技人構造化と認知度アップを 目的として様々な検討が重ねられている。2017年現在、JBC 女子、ボクサーライセンス保持者は141人。オリンピック、世界選手権の出場経験を有する、JBC ボクサーライセンス取得者。突起なき場合は、日本代表、和女子、元プロボクサーとしての芸能界入りを除く。のにとどめはこれまでは、 プロボクサーがオリンピックを含むアマチュアの大会に出場することは認められていなかったが、2010年よりアマチュアの国際投下、これに伴い事実上、オリンピックボクシングもプロに門戸が開かれた形となる。2013年からは、相場直轄の本格的プロ組織、相場プロボクシングプログラムを発足することも発表されている。詳細は、国際ボクシング協会アップ部を、 3勝リオデジャネイロオリンピックを目前に控えた2016年、相場は規定を改正しプロの参加が全面解禁された。ありがとうございます。